キャプテンは宮澤、そして柏は大谷がキャプテンマークを巻きます。注目が集まります。前半45分のキックオフ、柔らかいボール、中央、Jにヘッドを落として右足へ、決めた、ゴール、ゴール、決めたのはキャプテンの宮澤。ヘッド、Jだ、Jが決めた2ゴール。原のところ、石川に預けました。伊藤とのマッチアップ、クロスが上がる、Jがいる、ヘッド、どうだ、ゴールですね、ゴールですか、ゴール入ったか、入りました、J2 ゴール、3対0。細かい指示があったようです。はい、まずは札幌チャナティックです。相当昔はあの、ね、空いてるスペースに走り込んで、はい、ボールをキープしたりね、はい、あのベテランらしくプレーしてましたよね。さあ、そしてチャナティックが投入されました。現役タイ代表、国際親善試合に招集かかったんですが体調不良になってしまい出場をすることはありませんでした。このチャナティック早速マッチアップ、伊藤、チャナティックが奪って、この人は個での打開もできる選手。この外に福森が出ています。少しどこか痛めたでしょうか、はい、いやー、ちょっと、さあ札幌はチャナティックに回って、ただ中央には誰も上がってきていません。ここで時間を使います。全員本当誰もサボることなく戻るんですよね、はい、まあ、いいタッチ、ね、チャナティップボールを奪って前を向く、原野が空いていますが、2人がかりで止めに行ってもなかなかチャナティップ止められない。柏、クリスティアーノ、さあそして伊藤とのマッチアップ、あ、伊藤が奪った、さあここからです、ね、クリスティアーノ、さあそしてチャナティップ奪って、いや、今最初のワンタッチなんかうまかったですね、はい、チャナティップね。クソンユンから、今試合が終わり、嬉しそう、3位柏相手に勝ち点3をつかみました札幌です。